本作はファイアーエンブレムシリーズのモチーフを取り入れつつ、アトラスさんが得意とされているリアルな日常とファンタジックな非日常が共存する現代劇のロールプレイングゲームです。舞台となるのは渋谷や原宿をはじめとした現代の東京です。しかし世界は異世界からの侵略者によって危機に瀕しています。唯一その危機に対抗しうるのが主人公たちミラージュマスターです。主人公たちは武器へと姿を変えたミラージュの力を借りて戦います。アトラスさんの属性を狙う戦術やファイアーエンブレムの兵種3組が融合したバトルが展開していきます。スキルで弱点を攻撃すると、対応したセッションスキルを味方が持っている時に追撃が発生して有利にバトルを進めることができます。バトルで得た経験値でキャラクター自身だけでなく武器も成長し、固有のスキルを習得することができます。ダンジョン内やバトルで手に入れた素材を使うことで新たな武器へと変身させることができます。武器によって習得できるスキルが異なるので、戦闘スタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。さらに物語を進めていくと、ミラージュをクラスチェンジさせ、より強力な上級職専用の武器へと成長させることができるようになります。幻影異聞録シャープ FE は12月26日発売です。ゲーム内に収録されている楽曲の PV バージョン3曲を Wii カラオケ U で12月1日から配信します。詳しい情報は今後 Nintendo ホームページなどでお伝えしていきますので、続報をお待ちください。